一番最初は大石和瀬、ソルダム、サマーエンジェル、キヨ、太陽、最後に秋姫という品種があります。これからの品種につきましてはキヨ、その次に太陽、お盆に太陽という品種が出ます。ぜひ皆さん、東金さんプラモンを味わってみてください。よろしくお願いいたします。